皆さん、村人と取引してるときにこう思ったことはないでしょうか。こういうツールを交換するときに3個までしかもらえないんですよ。つまり1日あたり9個分のツールしか手に入りません。これ明らかに少ないと思いませんか。そして去年作ったこの村人が700人から800人くらいいる装置なんですけども、これ見てください。 MSPT というところ、これ50以上超えちゃいけないんですけども 49.3、まあ、ほぼギリギリですよね。今回はそんな悩みを解決してくれるボイドトレードという施設を作っていきたいと思います。それを使えばこの村人を1人に対して無限に交換することができます。それでは早速材料を集めていきましょう。とりあえず材料は揃いました。久々に難なく集まりましたね。で、作る場所はエンドになります。ボイドトレードはエンドポータルフレームを使うので、ここに最初の装置と、あとはテレポート先のここにももう一つ作ります。ではまずこっち側の装置作っていきます。こっちのポータルはこの岩盤全部壊さなきゃいけないんで、まずそれやっていきましょう。岩盤全部壊すことができました。あそこにあるのがそうですね。なので今度はこれを中心として装置作っていきます。これでこっち側の装置完成ですね。このポータルをメインに使うんで、ここに置いてあります。ちょっと異様な光景ですよね。危うく死ぬとこでした。で、今度ね、こっち側作っていくんですが、ここのエンドストーン邪魔なので、ここちょっと削っていきたいと思います。これで装置作るスペースができました。で、ポータルはあそこにあります。なので、あれを中心にこっち側にも装置作っていきたいと思います。これで装置の形はできました。で、この後、ここに村人入れて増やしていきたいんですよね。で、その増やした村人を、ここに一人一人配置していくって感じになります。あと装置の下には、ここにゾンビを連れてくる必要があります。村人をゾンビ化させるためですね。なので、まずは村人二人連れてきましょう。2ヶ月ぶりくらいにこの村人がたくさんいるところ来たんですけども、ここから選ばれし二人をね、連れていきたいと思います。端っこの二人にしましょう。この村人たちを今度は向こうのゲートまで連れていきます。さあ、ここまで来たんで、次はこのポータルの中ですね。これどうやって入れればいいんだろう。このまま多分直接入れてもダメなんで、ギリギリのとこで落とさないといけないんですよね。ここで下ろしたら入ってくれるかなと。はい、これできましたね。じゃあもう一人やりましょう。で、村人2人来ましたね。で、ここちょっと危ないんで塞いときましょう。落ちたら死んじゃうんでね。で、彼らを今度はね、この上のここにこのポータルに入れなきゃいけないんですよね。なので、まあ水流エレベーター使っていけば多分簡単にいけると思います。じゃあここに村人を入れていきましょう。多分うまくいきますね。ちょっとダメージ食らいましたけど、これで、あ、入った、トロッコのまま入ったな。踏み込みに行きます。死にましたね。多分最初ここに来たんですよ。なんでここ塞いとかないといけないのかな。ここら辺多分ね、ブロックこう積んでおけばここにテレポートすると思うんで、ここにしましょう。一人お亡くなりになっちゃったんですが、まあ、もう一人連れて行きますか。これで OK ですね。で、そしたら今度はね、向こうのベッドのところに置かなきゃいけないので、ここからは多分そんな難しくないですね。レール敷いていけばいいだけなんで。はい、これで一人目完了ですね。で、もう一人をここに連れてきます。はい、これで入りましたね。このベッド置くのめっちゃむずいな。そんなつもりはなかったんだけどな。村人が二人とも消えてしまいました。しかも結構爆破しましたね、これね。忘れてたわ、完全に。エンドのベッドの恐怖を直すのちょっと大変だな、これ。あれからあの装置直して村人も二人連れてきました。今度こそね、ベッド右クリックしないようにします。
このベッドの中にトロッコを入れるのが難しくて、まあ最終的にねサーバーの時を止めて、その間にねレール壊してベッド強制的に置きました。さあ次はこのフェンスの上にゾンビを配置していくんですけども、連れていくゾンビはこの交易所の地下、このゾンビですね、ダイヤ斧のシャープネス5を持っています。このゾンビここから直接ネザーに送って、さっきのとこまで連れていきたいと思います。このゾンビはですねめちゃめちゃ攻撃力が高くて、一撃でこのくらい持ってかれます。3発食らったら死にますね。ここで下ろせば向こう行かず、ちょっとロード中に殴られるとねこうなるんですけども、なんとかまだ生きてます。はい来たね、まあまあスッと、はいオッケー。じゃあ道作ったので乗せていきます。一発だけなら大丈夫で、よし2発食らっちゃったけど、これでここに落とします。で最後ここにねガラスを埋め込めば完成になります。オッケー。はい、これでゾンビ連れてくることができました。では全てセッティング終わったので、あとはこの村人たちが増えるのを待つだけですね。あれからだいぶ時間経って村人が結構増えましたね。なので今から一人配置していきます。こうすると村人下を通ってきて、でここに出るはずなんですよね。一人目は。はい、出てきました。でそしたらあとは自由に職業ブロックを置けば取引ができるようになります。なので、まあここから村人厳選とかしていく感じですね。とりあえずダメージ軽減読んでたんで、これ一回交換しちゃいます。で今、売却値55なんで、ゾンビ化治療させて1にしたいですよね。でまだ金リンゴとか弱体化のポーションないんで、これちょっと補充していきます。金リンゴと弱化のポーションも準備できたので、試しにゾンビ化させたいと思います。まずこの村人をこの真ん中の場所に持っていきます。多分しばらくするとここに出てくるんで、はい出てきましたね。そしたらゾンビ治療するか元に戻すかを決めることができます。とりあえずゾンビ治療ですね。そうすると多分下でゾンビ化されるんですよ村人が。はいこれでゾンビ化されてここに戻ってきます。そしたらあとは金リンゴを上げて元の位置に戻す。そうするとここに戻ってきて村人になるまで待機ですね。でこの素晴らしい装置を考えたのはキュービックメーターさんっていう、まあ、僕がいつもお世話になってる方ですね。いろんな装置使わせてもらってます。今弱体化させるためにポーション使ってるんですが、これだと作るの大変ですし、こんな感じで9個までしか入んないんですよ。なので本当は弱化の矢が欲しいんですよ。で弱化の矢を手に入れる方法は2つあって、1つがドラゴンブレスから作る方法で、もう1つが村人との取引ですね。ドラゴンブレスなんですけど、見てわかる通り私のワールドエンドフォントがないんですよ。なのでドラゴン召喚したとしてもブレスを吐く場所があまりないということで、なので村人との取引にしたいと思います。ヤシさんがね効能付きの矢、弱化の矢とかダメージの矢とかいっぱい種類あるんですけど、それを交換してくれるのって達人になった時なんですよ。達人ってつまり一番下なので、これ村人厳選できないんですよね。まあ頑張って運よく当てるしかありません。とりあえずいっぱい交換して達人まで育てましょう。1回目水中呼吸の矢1分でしたね。ハズレです。ということで2人目やっていきます。2人目はそもそも効能付きの矢すら交換してくれないということで、いやこれだいぶ時間かかるかもしれないですね。まあ、こんな感じでもう何回も厳選しまくって、まあ、何人犠牲になるか分かりませんが、効能付きの弱化の矢を交換してくれる村人を探していきたいと思います。お、弱化の矢来ましたね。え、だいぶ早かった感じがします。多分これ10人目ぐらいですよ、まだ。で、あとは、基本的にはこのエンチャボンの厳選になるんですけども、多分村人を増やす時間と厳選する時間で結構かかると思うので、ここにいる村人たち全員移動させたいと思います。ここの村人たちは何回もゾンビ治療させているので、基本的にはエメラルド1個で交換できますし、ほとんど全てのエンチャントを交換してもらえるようになってます。みんな一斉に運んでいきたいと思います。さあ、ひとまず全員移動し終わりました。村人に名前も付け終わって、ある程度厳選も終わりました。で、いよいよね、ボイドトレーディングってものをやっていきたいんですが、一番ね、よく交換すると思うのが、このダイヤモンドのツールだと思うので、この村人にしましょう。彼がね、ここに来た状態で、ここに入って、村人との取引画面開きます。そうすると水流で勝手にポータルに入るので、ポータルに入ったら、あとは好き勝手に取引すればいいんです。まあ、ピッケル今ね、さっき普通に交換しちゃったんで、もう交換できないようになってますが、例えば斧。斧交換するとこのようにバツつきますよね。ただ、これでまたポータルに入ると、なんと交換できるんですよね。これ、無限にできます。
これやばくないですか。村人との取引でツールとか交換するときは1回に3個までしか交換できないので、これで無限化できるのはね、かなり強いんじゃないかなと思います。まあこの装置に関してはそんな感じですね。ボイドトレードを作ったということはこちらの装置もう使わなくなるんですよね。これ作ったのは1年半以上前になるんですが、だいぶお世話になりましたね。エンチャント関連はすべてここで行っていたので感慨深い気もしますが、全部取り壊していきたいと思います。はい、これで完全になくなりましたね。いつかここにまた何か建てる日が来そうですね。ではこちらの装置も壊していきたいと思います。まだね、作ってから1年も経っていませんが、ここにはね、村人おそらく850人近くいるんですよね。まずね、先に村人をどうにかしていきたいと思います。よし、これで村人全員いなくなりました。村人がどうなったか皆さんのご想像にお任せします。まずはこの建物の周り壊していきます。これで周りの壁の部分取り除くことができました。途中で元気が向こうの交易所で取引してて、シュルカーボックスをもらいに来たんで、ここにあるやつ適当に渡してました。エメラルドいる？いっぱい落とすよ。これもあげる。わー、大切なエメラルドが。やば、これ多分3万くらいあるでしょ。うわ、キモ。これはこういうチーターオール。次はいよいよメインの回路部分とか水流部分全部壊していきます。確か作った時6万ブロックくらいあったんですよ。でそのうちのほとんどがこのガラスとコンクリートで、まあ、コンクリートの方はね簡単に壊せるんですが、ガラスって結構硬いんですよ。まあ今度からね、この規模を壊す時はさすがに TNT 使おうと思います。これで旧レッドストーン製造機も壊し終わりました。そしてあの建物から排出されたブロックはこれですね。本当は全部捨てようと思ったんですけど、せっかくなんでこんな感じで集めちゃいました。やっと弱化の矢30秒の村人が出ました、まあ、解体作業のちょくちょくねこっちに来て厳選してたんですが、やっと出ましたね。弱体化11秒で向こうが30秒なんで、まあ、ワンランク上のやつですね。まあその他にも額縁交換してくれる村人とか、あとはね白い羊毛交換してくれる村人も厳選しました。一通りボイドトレードに関してのことは終わったのですが、作業してて思ったんですよ。このコーラスフルーツって量産が難しいんですよね。数万単位欲しいってなったら集めるのが大変だと思うんですよ。なのでこのコーラスフルーツとコーラスフラワーの製造機も作っていきたいと思います。エヌコリアーさんという方、ちょっと読み方合ってるかわからないですけど、その方がコーラスフルーツとフラワーが手に入るファームを作ってたんですよね。でそれの改良版をミスターミスターさんという方が作っていたので、今回ねそれを作りたいと思います。ただ材料リストを見てほしいんですけども、トータルブロックスが23万、久々にね装置系でぶっ飛んだ数出てきました。では早速材料集めていきましょう。これで材料全部集まりました。久々にねこの量の材料ということで、コンクリート13万とか、粘着ピストンも5000個以上使うので、まあまあクラフトするの大変でしたね。そして作っていく場所なんですが、ここにします。巨大ビーコンです。まあこれ相当でかくて、ここ中空洞なんでそれなりに広いんですよ。ここが真ん中ですね。アイテムも全部移動してきたんで、早速下から順番に作っていきます。とりあえず一番下のマスだけ置いてみたんですけど、このくらいの広さですね。これを置くのに20分かかったんですけど、まだ全体の 2% しか終わってないです。それくらい時間かかるって感じですね。じゃあこの後もどんどん置いていきましょう。作ってる最中なんですけど、この白いコンクリート見てください。なんか変じゃないですか、色が。上の面はね明らかに違いますよね。ただ横とか側面はね全然同じ色なんですよ。あれ治ってる。明らかに色違いましたね。これでとりあえず下の部分完成ですね。で次はねこの上側に TNT 増殖装置何百個か作っていきたいと思います。TNT 増殖装置作ろうと思ったんですけど、これを見てください。これ今設計図表示してる段階なんですが、点々とねブロックが置いてあると思います。これ置くのだいぶ大変なんですよ。
例えば一箇所こんな感じで作ったら次向こう作るのに一旦ねこうやって足場を作んないといけないっていう感じになっちゃうんですよね。まあ、これをあと300回以上は繰り返さないといけないんで、かぼちゃいっぱい持ってきてやりますか。TNT 増殖装置一瞬で作ってるように見えますが、実際こんな感じで作ってます。いつもねタイムラプスで結構すっ飛ばしちゃってるんですけど、こうやって地道に作ってるんですよ。でまあこの TNT 増殖装置は、まあ、1個作るのにこれだけ時間がかかるんですけども、これを634個作んないといけないんですよね。しかも1個作るのにそれなりにブロック数も使って、ブロックの使う種類も多いんですよ。でアイテム下に落とすと取りに行ったりっていうのも大変で、しかもこれ結構最速でやってこの速度なんで、実際はこれの 1.5 倍くらいの時間かかります。今回は久々に先の見えない作業量でした。上の TNT 増殖装置も全部作り終わりました。相変わらず見た目はすごいことになっていますが、まだこれでも半分しか終わってないんですよ。これがやっと1個目で、これをもうあと1個作んなきゃいけないんですよね。総ブロック数が23万ってことで、ちょっと舐めてましたね。この装置特に足場一回作ってからじゃないと置けないところが結構あったりするんで、それが大変って感じですね。まあ、ただまだ半分しか終わってないので、残りもやっていきましょう。これで2個目も完成しました。さっき作ったやつの上にもう1個作った感じですね。でですね、もうほぼセッティング終わってるんですけど、この装置を動かすにはコーラスフラワーが必要なので、エンド行って取ってきます。コーラスフラワーはとりあえずシルカーボックス1個分くらい集めようと思うんですが、結構ね、上の方にあるので取るのが大変なんですよ。で、これ取る方法として雪玉を当てて、こんな感じで取るか、あるいはね、弓をこう当てて取るっていう方法があるんですよ。雪玉ね、あまりスタックできないんですよね。なんで弓でこう当てて、でたまに上に乗っちゃうのあるんで、まあ、それは下からこう破壊する感じにすればね、全部回収できるんで、こんな感じでやっていこうと思います。これでコーラスフラワー、シルカーボックス1個分集まりました。ここら辺コーラスフルーツ借りすぎてほぼなくなっちゃいました。向こうとかね、いっぱいあったんですけども、なんか昔のエンドって感じですね。さあ、すべての準備が整ったので、この装置動かしていきましょう。で、ここが倉庫部分と、あとはオンオフスイッチがあるとこですね。ここにいろいろ書いてあるんですけど、このランプ3つつかないと装置動かせないんですよ。なので、まずトロッコを置いていきます。すべてのトロッコを置くとこんな感じでランプがつきます。そしたら、このコーラスフラワー手に持って装置オンにします。そしたらすぐ下に降りて、ここのトロッコに乗るんですよ。あとは、ここのエンドストーンに向かってコーラスフラワー置いていくだけですね。で、上の方に TNT 増殖装置あるんですけど、これは2周目以降動き出します。2周目になるとこのコーラスフラワーがね、結構育ってるんで、TNT 上から落として全部回収するって感じですね。とりあえず、1周待ちたいと思います。これで1周目が終わったんですけども、2周目入るとこんな感じで TNT で破壊されます。フラワーだけ TNT で破壊して、残りは下のエンドストーンをね、一旦下に引くことによって全部破壊してます。これで2周目が終わったんで、全部コーラスフルーツなくなりました。あれから何周かしまして、コーラスフラワーが5000個くらい、そしてコーラスフルーツは8万くらい集まりました。伸びきるとこうなるんですよ。ちなみにこの装置の大きさなんですけど、この巨大ビーコンの中だとなんかちっちゃく見えちゃうんですよ。実際そんな大きそうには見えないじゃないですか。なので他のものと比べてみたいと思います。ここはいつものワールドとは別の試作用ワールドなんですけど、まずはこの倉庫の中を見てください。いつも見てるやつですね。大きさはまあまあといった感じです。上から見ても、まあ、なんとなく大きいのはわかると思います。じゃあ今回作った装置と比べてみるとこうなります。圧倒的にあの装置のデカさがわかると思います。おそらく10倍20倍くらいはでかいですね。巨大ビーコンの中に作ったのは正解だったかもしれません。今興味本位でシェーダー入れてみたんですけど、見てください、これ光沢がすごくないですか。床の光沢はね、前からあったんですけど、この上にね、光がたくさん追加されたことによってより綺麗に見えます。
かもですね、このコーラスフラワーなんか光るみたいです。なんで上から見るとこうなります。まあ、ここ、こう飛ぶとね、個人的には結構好きです、このコーラスフラワーの光は。なんか気持ち悪く見える画角と、そうじゃない綺麗に見える画角がありますね。ということで今回はボイドトレード施設とこのコーラスフルーツファームを作りました。今年に入ってから作業のインフレが結構すごいことになっていて、今後これが当たり前になりそうな気がしてちょっと怖いです。そして最後まで見てくれた方にはお知らせです。現在100人ほどが参加できるマイクラサーバーを準備しています。そこではこのワールドでやっているような巨大装置や巨大建造物の建築をみんなでやろうと考えています。参加者は3月19日まで募集しているので、興味のある方は概要欄のリンクから応募してみてください。それではまた。